皆さんこんにちは。サガン鳥栖背番号30番樋口優太です。サガン鳥栖背番号41番松岡大輝です。サガン鳥栖です。佐賀龍之介です。今、コロナウイルスが流行っているので、外出できない人のために、お家や公園で簡単にできるトレーニングを紹介していきたいと思います。今からシートリーリフティングをしてもらいたいと思います。適度な幅に開いて、落とさないように頑張ってみましょう。では、やってみたいと思います。せっかくなんでしりとりしながらリフティングしてもらいたいと思います。ではどうぞ。しりとり、あれちょっと危なくない？あ、いいね。もっとサッカー系行こう。サッカー系。レンドチームメイト。あ、大危ないよそれ。ゾウ。いいよ、立ちこ大事だよ。あ、いいね。顔面、顔面。あ、うまいね、うまい。いいよ、いいよ。ちょっと待って。いいんすか？いいよ、いいよ、いいよ。大輝、ちょっと右足多いよ、大輝。大輝、右足多い、ちょっと。両足使う、両足。あ、いいね。ち。あ、いいね、いいね。両足使ってるよ。お、いいよ、いいよ、いいよ。は？は？どういうこと？ちょっと待って。あ、ちりとりね。リ大輝、タッチ多いよ、大輝。ちょっと、早く返そう、早く返そう。リ単語、全然出てこねえ。リスクさっき取れました。あ、OK。コロナウイルスが流行ってますが、しっかり手洗いうがいをして元気な姿で会いましょう。まあ、こういう時期なんで、まあ、いろいろ、まあ、家の中でも、まあ、公園と近くの公園でも工夫すればいろんなことができると思うので、こういう機会を、プラスに変えて自分で自ら行動できるようにしましょう。皆さん、コロナウイルスには気をつけて、今僕らがやったトレーニングを、どんなスペースでもできると思うので、みんなやってみてください。頑張ろう、佐賀。